い、皆さんおはようございます。おはよう。口の色がなさすぎてびっくり。ねえ、昨日の夜さ、もう覚えられないってなってそう、まあ、いつもなるんですけど、もう本気の本気で覚えられないと思って、そしたらなんかお腹が空いてきちゃって、夜の深夜2時くらいにラーメンを食べてしまいました。しかも担々麺、ラオウの、うますぎ。美味しすぎたんだけど。ってことで朝ごはんを食べたいと思います。今日の朝ごはんは、はい、じゃらーん、最近ハマっているパルテノンギリシャヨーグルトです。でこれが、私いつも蜂蜜付きを買うんですけど、蜂蜜付きが30円くらい高くて、で私めんどくさいから蜂蜜入れ買っちゃうんだけど、これが私がキャップなくなった、あ、キャップをね、あのいつも私がね使っているね蜂蜜、これと合わせたら何が違うのかっていうのを試してみようと思って、そう、お家で食べるから自分の蜂蜜使ってみよう。で味が変わるんだったら、そう、30円出してさ、蜂蜜付きを、あの蜂蜜がしかも美味しいんですけどね、蜂蜜付きを買おうかなと思うんですけど、特にあれだったら、そう、これでいいかなと思っちゃったね。ちょっとしてみます。あ、でもなんかヨーグルトの質感がまず違うかも。あの上に蜂蜜が乗ってるやつあるじゃん、あれがね私大好きなの。でもあんま蜂蜜もあんまりない。あー、幸せ、美味しそう。あとはあの有名なお店のクロワッサン買ってきました。昨日買って帰ってきた。いただきます。わ、私ヨーグルトの質感はあっちの方が好きだ。あ、でも美味しいかも。うん、美味しいかも。こっちの方がちょっと緩め。うん、美味しい。うまね、幸せ。明太子、昨日はさ、そんな時間にあのラーメンを食べたものだから、朝起きた時顔がズン、え、ニノの二重幅どこみたいな感じになっちゃってたから、
今なんとか耳をこうやってしてマッサージもしてちょっとむくみを取ってますね。おいしい。他は美味しいものが多すぎて私未だにね観光客気分なんですよもうここ何年も住んでるけど未だに観光客気分。なんかそう、博多駅のやつめっちゃ並んでるよね、いつも。あ、もう分からん。私はあの引っ越し本当にしたことないから今のところに行ったことないから分かんないけど、やっぱり旅行とかお仕事先でいっぱいどっか地方行ったかって言ったら行ってないから分かんないけど、絶対あの福岡住んだことない人が福岡住んだらあのもうえもう最高やんってなると思う。なんか立地も含めてご飯の美味しさとかなんか、うん、人も温かいし最高やんってなると思うんだよな。このくらい私は効果が大好きになりました。小学校の時に県外から引っ越してきたけど今は福岡最高だなってましたね。え、本当に素敵なとこだと思うよ。なんか東京とかお家帰って実家帰ってなんか落ち着く時もあるんですけど、やっぱ実家はね大好きですよ。けどなんだろうな、こっちにお家があるからなのかな、お家があるからなのかわかんないけど、お家がなくなっちゃったらちょっと感じ方違うのかもだけど、うん、楽しい。うん、ねえ、美味しいからもう食べ終わっちゃう。効果がいいですだってね。いいよね、大好き私。もう一個買ったの、さつまいも。さつまいも買いました。
私この2つかないつも買うの。プレーンも好きだからプレーンも1個買ったりするけど、うん、松前もと明太子は絶対買う。チョコも美味しいけどチョコよりも私はこっち派かな。昨日ラーメン食べた女がこんなん食べてます。もう最高に美味しいです。ラーメン作ってる時はめっちゃね気分ルンルンでわーってなって食べてわーっていっぱい食べた瞬間にえみたいな。私ラーメン私ラーメン好きなんだけどえみたいな、こんな時間にラーメン食べちゃったみたいなってなったけど、まあいっかってなった。もうねリハの期間は私いっぱい食べちゃう。あんまりね深夜のラーメン食べたいなとか思っても作んないのよ、めんどくさくて。でもね昨日はねもうキッチンにね走っていっちゃったよね。うん、おいしい。頑張ろう、本当に本当に本当に頑張ろう。11時の終わりね。うん、11時の終わり。この2つはリハーサルに持ってこう。リハーサルに持ってきます2個。あー美味しかった。うーん幸せ。買いなってまっすぐしよう。みんな今日お仕事ですか？食べた後後悔しますか？だってしますよ。でも動画のお腹入っちゃったんだからね。栄養摂取が重要って。そうね、食べた頭が働かないとき、私だから絶対リハ期間もねチョコ持ってく。チョコ持ってって、そうそう。仕事中ですだって。でもねごめんねこんな時間に。1616、お1616ありがとう。昨日のハロウィン可愛かった、ありがとう。そう今日夜はできないね。え明日誕生日ですだって。明日あ
私のズボンにリップがついた。しかも白いズボンに。何したんだっけな。あ、明日誕生日？え、明日誕生日だよね、言ってたね。明日誕生日。明日の配信はいつできるかな。明日の配信は今日くらいの時間か、あ、もうちょっと遅いかな。11時過ぎか夜、どっちか。夜もしかも結構遅めのどっちかだと思う。見に来れるかな。来れなかった時のためにおめでとう誕生日お休みなのでお洗濯が終わるのを待っていますだって。私ももう今日1回洗濯回した。偉すぎ。なんかさ、さっき私お風呂入ったんね。したらさ、めっちゃ髪の毛がまだ濡れててさ、全然さまっすぐならないんですけどならないんですけど、もう髪の毛まっすぐなんなかったな私。朝からオフショーまでくれてだって。あ、そう、今日生写真ね、今日までだからね、あの茶色。なんか結構私服の中でもみんなからなんかとても人気で、ニットワンピだからかな、めっちゃ人気でした。めちゃくちゃ人気でした。みんなが好きな系統だったのでしょうか。今日の18時までなのでぜひゲットしてください。多分、私があそこまでのあの金髪にしてる生写真はしばらく出てこないと思います。出てこなそう。わかんない、あと何撮ったか覚えてないんだけど。でもさ、なんか私昨日 YouTube のアーカイブね見たの。そう、ハロウィン配信のねアーカイブ見たら意外と明るいね。めっちゃ照明に当たってたなのかわかんないけどめっちゃ明るかった。私が想像してるよりも明るくて、わ、紫ジャンプやめたからかなとか思っちゃった。
目明るくなったよね。知るあなたにドキドキ、目で追いかけての方向性はいつも日差しのシャッターチャンス。こんにちは、こんにちは。なんか控えめアイラブーってさ、あんまり歌われないじゃん。歌われないけどさ、可愛いよね歌詞。あんまりコンサートでさ歌わないけどさ可愛い。私この前久々にアイヤの感謝祭、ラビリンス感謝祭の時に歌って、熱っ、そう歌って、やっぱ振り付けとかも可愛いじゃん。いい顔目にって、ここで見ていいね、可愛いよね。そう可愛いんだけど、歌われないなって。ねえ、めっちゃわかる。練り歩きのイメージよね。わかるわかる。コンサートの時の撮影タイムとかのイメージ、わかるわかる。練り歩きとかのイメージ、わかるわ。てれれーん、てん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 、みなさーんって、今日はメンバーがみなさんの近くに行っちゃいまーすとか言って言ってさ、ドゥルルーみたいな始まるイメージ。ね、そこで煽って走るあなたにドキドキってなるイメージ。なんかこの前もなんかそんなことと何回か前かあったよ、控えめが煽りですみたいな時。741だって。741は前回が741でした。前回の花さんの卒業公演の時の衣装、衣装じゃなくて昼公演の時の皆さんのステージのね、練り歩きの時が、その時は741だった。しかも741のフルかな。でも最近はその撮影、亀子さんが多分始まったから、そう撮影タイムを作らなくなったんだろうね。だからあんまりコンサートで撮影タイムっていうなんか時間がこうなんか設けられることはあんまなくなっちゃったんだけど、前も撮影タイムとかよくあったよね。バレンティヌだって。バレンティヌは、前やったな、私。九州ツアーかな、九州ツアーかなんかの時にやった。かわいいよね、バレンティヌ。そう、バレンティヌは、そこら辺だった。あとは何があるかな、盛り上がりつつの741控えめ。
何を購入するかな。大体決まってくるよね。でも練り歩きの時は本当になんかもうあれ決まってないんですよ、行く場所がね。そうそう、行く場所が決まってないから本当になんかまんべんなく、例えば前回だったら私がすごい上手か下手か勝手打てたのね、コンサートの立ち位置がもうポジション的にも。そうだったから、じゃあ練り歩きの時はそっちのステージの方であんまりいない方に行ってあげようみたいな、そんな感じで。そう本当になんか時間さえ守れば自由に本当に歩けるので、そんなことを考えながらしてますね。で座席とか本当に決まっマンの皆さんに教えてもらったら頑張って行くことはできるんですけど、でも基本的になんかそのなんかね、人がいない、なんか人が入るとその見え方が変わってどこにいるのかがわからないんですよ。だからある程度の場所だけ、なんか例えばなんか1階席のなんかこのブロックにいますみたいな感じで教えてもらった方がわかりやすいね。席まで今日皆さん教えてもらえるんですけど、席とかもわかるんだけど、人が入った状態と人が、あとよく立ってる場合みんながたまにあるんですけど、立てたりすると余計に分かんなくなる。お立ち台とか、お立ち台とかはなんか本当にみんなが座ってるのと立ってるのでめっちゃ見え方が変わるから、すぐどこにいるか分かんなくなる。それこそなんかステージ上では分かった見えるのよ、みんなのことが。うちわとかも見えるしペンライトも見えるんだけど、お立ち台とか立ったら全然違くて、あれみたいなどこだみたいな感じになっちゃうけど、本当に見えてます。あとやっぱりいっぱい来てくださるからお顔が多くて顔がいっぱいあるから、そうあれみんな私の知ってる顔どこって思いながら、そうファンの皆さんのこと探しつつ、まあ練り歩きをね機に私のこと知ってもらえたらいいなーって、そう思いながら歩いてます。ああいう時は公演とコンサートの見え方は変わりますか？だってめっちゃ変わります。本当に全然違うかも。劇場はもういっぱい見えるんですよ。そうめっちゃ見えるの。みんながうちわを持ってる持ってないとか、みんなが私のことを見てる見てないまで見えるんですよ怖い話。あ、今私こっちにいるのにあっち向いてるんだなみたいなのも見えるんですけど、逆に言うとコンサートはそこまでは分かんないかも。分かんないかな。分かる時もあるけど分かんない。あ、でもまず余裕があんまりないかもね。その劇場公演は、まあ、ずっと同じ公演をやってるから、まあちょっとコンサートと比べて、コンサート単発だからさあれだけど、劇場公演は目撃者とかも100回くらいやったらしくないですか？そんなやってないんだっけ。そうやったらしい。今回いっぱい、まあ、回数を重ねてるからこの分余裕ができるよねだからそこら辺の違いじゃない。劇場は後ろの列でも私見てないの分かるよめっちゃ分かる。分かる。あ、見てないや。わかる。恥ずかしいって言うからね、みんなね。
な感じで朝ごはん食べる配信をして髪までまっすぐなりました。いやはい、あでもコンサートの時はこう近くのお客さんばっかり見ると目線が下がって可愛くないので、あの遠くを見るようにしてるから、そう前だからいっぱいレスがもらえるってわけじゃない気もします。上とか見ちゃう、なんか2階席とかそう見ちゃうから、そうなんかその方が光が入って可愛く見えるんですよ。そうだから上の方とか遠くの方を見てること多いかな。を頑張って一生懸命皆さんを探すみたいな感じしてたりしますね。っていうコンサートの話だったんですけども、今日は周年のコンサートのリハーサルちゃんです。頑張ります、頑張ります。頑張ります。はい、ではランキング見ます。13位がテキサスのロースターさん、12位がカズさん、11位が吉田さん、10位がたくみ18、9位がゆうたパパ、8位がスモークタ、7位がカッサン、6位がヨリカ、5位がハリー、4位がニチプ、3位がオカモ、2位が5位がハリー、4位がニチプ、3位がオカモ、2位がタナベッチ、1位がハセボンテッチャンでした。ありがとう。あ、仕事中だったのかな、突然来たね。ありがとう。頑張って。いた。頑張って。ありがとう、てっちゃんでした。ハロウィンのアイテムありがとう。はい、皆さんありがとうございました。では私もそろそろお家を出ないといけないので、皆さんもお仕事頑張ってください。バイバーイ。明日の配信はこのくらいの時間からか夜で、はい、夜です。お願いします。バイバーイ。ありがとう、またねー。